この度は、7連隊が運営する SNS 企画へのたくさんのご応募ありがとうございます。より多くの方に自衛隊のことを知ってもらうための一助となれたら幸いです。で、その抽選。今回も参加者にランダムに番号を振り、それぞれの景品の当選数に達するまで抽選を行うのですが、前回10面ダイスを使ったので別のダイスを用意します。わかるように説明しろ。はい、6面ダイスです。面が6つでランダムに出るから間違いありません。今回はそういうことにしておいてください。調子がないな。当初テーブル中央でダイスロール。1から5は上段、6から0は下段の数字を参照します。その後3本のバト円をロール。それぞれの出た数字を、100の桁、10の桁、1の桁とします。Pマスの場合はダイスの目を適用。なお、この方法では非常に出にくい目が存在するため、一部の番号はあらかじめ除外して振り分けています。もうそれ10面ダイス使った方が早いので。それでは火曜が始まるまでにパパッと抽選します。休み時間にこういうことをすると、なんというか、果てしなく懐かしい気持ちになりますね。では抽選が終わるまでスキップ。終わりました。リボルバーウルフの勝利です。今回は引き出しを開けたらなぜかバト円が入っていたのでこのような抽選になりました。まあ、こういう気持ちも大切だと改めて思いました。また別の企画が思いついたら告知いたしますので、その時はよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。